ヤング・ブラック・ジャックは、手塚治虫、田端義明、大熊優吾による日本の漫画作品、および、それを原作とした、テレビアニメ。医療監修は、後藤信政。手塚治虫の、ブラック・ジャックを原作とした漫画で、ヤング・チャンピオンにて、2011年ナンバー24から2019年の13まで連載された。本作は、原点同様、ブラック・ジャックことカンクロを、 主人公としているが、彼の若かりし、頃を舞台とした前日断的な物語で、時代背景には1960年代後半の世相や国際情勢が多く取り入れられており、社会派の様相を呈している。間が、偉大在籍中に、医師免許を取得するための勉強をしていた、当時のエピソードを中心とし、様々な事情や成り行きにより、 無免許で手術を行うことになる過程が描かれるほか、彼の高校生時代や BJ として活動し始めてからのエピソードも描かれる。なお、本作の内容はあくまでも、田畑や大熊の創作物であり、原点へ直接続くわけではないが、その登場人物のほか、ミッドナイトや七色インコといった手塚の他作品の登場人物や、 スターシステムとして、た作品の登場キャラクターをモチーフとした登場人物が多数登場しており、それらは単行本巻末の手塚ワールドのキャラクター紹介で具体的に紹介されている。本作に先んじて2011年に同名のテレビドラマヤングブラックジャックが放送されているが、若かりし、頃の BJ を主人公にしている点こそ同じであるものの本作とは、 無関係である。時代は1968年。東大紛争が勃発し、学生運動が激しさを増す中、とある大学の医学部に一人の奇妙な男が在籍していた。反白の髪、全身に残る無数の傷、傷跡を境に皮膚の色が違う顔面。医師免許を取得するため、勉強に励むその青年の名は、間田苦労。 その天才的な手腕によって、数々の奇跡を起こすことになる。彼は、後に、ブラックジャックと呼ばれる。恩師の本間丈太郎に憧れ、真っ当な医師になることを志していた、間苦労が、無免許医となり莫大な医療費を要求するようになった。経緯がここに明かされる。複数のエピソードに登場する人物、及び本人として打った作品に登場する人物を挙げる。 作中の登場人物は背景の人物や犬、鳥、馬なども含めすべて手塚作品に登場するキャラクターがモデルになっている。メインになるキャラクターは田畑が決めサブキャラを誰にするかは大熊が選ぶことが多いが話によっては大熊にメインキャラの選択を任せることもあるという。二千十五年十月から同年十二月まで TBS、CBC、 サンテレビ、BSTBS などにて放送された。毎回の冒頭では、ネガポジを反転させた都名などに合わせ、OVA 版、ブラックジャック以降のアニメ作品で、ブラックジャックを演じている、大塚明夫によるナレーションで、作中当時の世相が語られるが、最終話では、これが、ブラックジャックの独白だったということが明かされる。 キャラクターデザインは原作の奥間優吾の絵柄を元にしながらも原点の手塚治虫の絵柄に近づけられており、作画スタッフにも OVA 版、ブラック・ジャックや読売テレビ版、ブラック・ジャックに参加していた面々が多数参加している。原作を補完するようなアニメオリジナル要素が追加された話がある一方、原作の要素が大幅にカット、改変された話もある。 2016年4月17日には BDDVD 発売記念イベント、今日はスペシャルデーがラフォーレミュージアム六本木で開催された。エンドカードは様々なクリエイターが担当しているが、第11話では手塚治虫風の絵柄で知られる漫画家の田中圭一を起用することについて放送前にアニメ側と原作側がそれぞれ公式ツイッターで BD DVD への収録などにまつわる含みのある告知と謝罪を行った後、放送当日には他作品への無断パロディでも知られる同時期放送のテレビアニメお粗末さん風のイラストが放送されたことで手塚留美子から皮肉を込めた賛辞を送られた原作側が公式ツイッターで改めて謝罪するに至った。ありがとうございます。